今回はワールドピースコーチング2019、12月22日、広島で開催する、世界平和イベントですけれども、パネルトークに登壇していただける、トマベ式コーチング認定、コーチであり、教育コーチであり、もっといろいろありますけれども、今回は PX のファシリテーターというね、肩書きを割と前面に押し出してお話をいただけるので、高崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、PX はファシリテーターでもう広げる側になっているということそうですね。で、どうでしょうね。私もずっと広げてきてるんですけれども。青山さんは PX2 でもマスターファシリテーターで、私はファシリテーターで、青山さんの方が昔からたくさんやられてるっていうことなんですけども、イベントのワールドピースコーチングの中でも、やはり PX2 については皆さんにいろいろお伝えをして、PX2 のベースになってるコーチングっていうものと、PX2 と、それから、世界平和がどういうふうにつながっていくのかっていうあたりのお話もさせていただけたらなと思ってます。それでは、PX をね、教えるとき、広げる側のファシリテーターとして、受けていただく方の、その子どもの変化というよりは、大人の変化で結構興味深い話があると聞いたので、ちょっとそこを聞かせていただきたいんですけども、受講しに来た、PX を受けに来た、子どもを持つお母さんですかね、お母さんお母さんが多いですどね。んな感じが変化としてあるの？まあ、子供さんもそうなんですけども、大人の変化っていうのは本当に面白くて、受付でまず最初に自分が呼んでもらいたい名前を書いてくださいねって言ったら、それで驚くんですよね。で、ここ一体どんな場所なんだよ、とんでもないところに来たんじゃないかって言って思った。最後感想を聞いたら、とんでもないことをところに来てしまった、場違いなってその方思ったらしいんです一け番ど最初ね。も、ところがその方はその時は表情暗くて、一番なん最と初なくね。こう思い詰めたような、それでいてこうカーッなって、何かこう自分今うまくいってないから、何か突破口ないかとか、うまく仕事でいくようなことないかとかい子育うのてで、ももう子当育然とかてないんですね、も子もち供ろんがいでするよとね、ね。子どもの教育とかそういうことで、何かすべき、母親としてすべき、あるいは父親としてすべき姿みたいなのを、理想形を描きつつ、そこになるほど。達していない自分を責めつつ、でもなんかこう中にすごいエネルギーを溜め込んで、暗い顔なんだけども、なんか暗いエネルギーがドワッと出てる感じなんか PX でにす。期待違ったんでしょうね、それでそうもですね。よね。やっぱり何かこれがきっかけになるんじゃないかという期待を持って来ていただく、じゃなかったら来ないですからね、わそうですよざわね。ざね。結構全国から東京まで来ていただくんで、そうそでんすなよ遠ね。くからそうとでいすようね。方多いので、そんなに遠く、自分がね、仕事してる時にわざわざ、たとえ土日でもわざわざ東京へ2日間泊まりですもん泊まね。り込みで新幹線使って来てっていうの、なかなか思い切りつかない。それを着ていただくっていうのも、もうその時点でご本人は変わりかけてるんだけども、ご本人は気がついてまない。だ。で、それがまだ受付ではガチガチの状ガ態チなんガでチの状態で、目がつり上がってたりとか、もう口歪んでたりとか なんですよ。それが2日目終わる頃にはもうニコニコ、もう別人じゃないかなと思うぐらいの柔らかい表情になって、あ、自分は自分でいいなっていうか、なんかほっとしたような。だから PX っていうのはルータイスがね、40年間広げてきた科学的な方法論であり、当然泊まり博士と組んでですね、最新の理論として見直されたものだから、科学的な根拠があるそのマインドの使い方ですよね。そうですよそういっね。たのそれを学ぶことによって、自分がなんか苦しい思いをしてたものをこう解き放すことができたってことですか、そのメソッそうドをだ使とっ思います。て。そうです。そのメソッドがまたすごい、本当に他のね、いろんな自己啓発の本とか、子供を
いい学校に入れるための親学とかいうような感じのメソッドがね、たくさん紹介されてると思うんですけども、それとは全く違うんですよね。というのでこの方法 PX2 学んでいただくと、もちろん PX2 だけじゃなしにこの本当のコーチングですよね、ルータイス友道博士が広げて我々がお手伝いをさせていただいてるこのコーチング理論を学んでいただくことで、本当にもう一度生まれ変わる感覚なのかなって、自分もそういう感覚があったので、あ、そうなんだ、自分は自分でいいんだ、人生自分のためにあるんだ、というまずね、でもそのなんていうのかな、自分のためって言っても自分だけじゃないという自分ですけどね、まあ、最新の科学的な根拠のある理論ですから解放されるわけですね、ある部分ね。そうすると戻ってから何か変化があると、そんな報告を受けたことがあるって聞いたんですけども、家庭で何かどんな変化があるんですかね。やっぱりね、あの母親っていうかお母さんの存在っていうのは家庭の中でものすごく大きいと思うんですよね。ああ、そうですね。で、まず最初に影響を受けるのはその子供で、お母さんがこう目つり合って足なさいこうしなさいって言うと、何かにつけてお母さんイライラしてるわけですよね。だからちょっとしたことでも、あの子供が何かやると、そんなことダメでしょ、こうしなさいという言葉が出てくるんですけど、それがなくなる、そうすると子供の方が、あれお母さんどうしたのかなって思って見てると、お母さんがなんか楽しそうだし、それまでやったことないようなことでも、昔これ趣味でやってたけど、なんかこれまた趣味で始めたよ、趣味で始めたよとかいうような感じで鼻歌でいるような時間が増えると、やっぱり子供も、ああ、いいでしょうね、いいよね、なんかお母さん最近楽しそうでいいよね、って、そうすると子供がお母さんどうしたのって聞いたりすると、いや、あの楽しいからやってる、あなたも最近楽しいこといっぱいやればいいじゃない、っていう反応になる。それまであれしなさいこれしなさい、してはいけませんって言ってたのが、そういうのにポロッと変わる、そうなると子供も、あ、やっていいんだ、で、こわごわ初めは言いたいことを、初め本当にこわごわ言うんですけど、これいいじゃないって言われると、あ、やっていいんだっていう感じで、どんどん子供たちにもすごく影響がいい、子供たちもその家族も自分を受け入れられるようになって、自分のやりたいことをやります、そうするとそのうちお父さんも、なんか子供と奥さん変わっちゃったから、あのなんか楽しそうな、でやってるよねと、俺も変わっちゃうかなみたいな感じですかね。そんな感じでじわじわと変わりだすんですよね。やっぱり家庭の中でお母さんってやっぱりあの存在感大きいし、雰囲気作りますよね。明るいとか暗いとかね、そう、ちょっと厳しいとか、そう、空気感を作るじゃないですか。やっぱりそこがこう本当に未来志向に、まさに PX とかコーチを受けると未来志向になって、割とこう楽しいことやっていこうよって雰囲気を出すと、やっぱね、家族全員にいい影響を与えていくってことでしょうね。そうですね。大体その来ていただけるお母さんっていうのは、結構その家庭でのウェイトが大きいお母さんが多いんですよね。まあ、お父さんがこうガーッと威張ってて押さえつけてるような家庭のお母さんっていうのはなかなか来てもらえないんですけど、なるほどね、でもそういう家庭だと、やっぱ子供さんとお母さんと両方が来ていただいて変わると、お父さんも押さえつけようと思っても、子供たち奥さんもあんまり言うこと聞かなくなるし、うまいことあしらわれるようになって、何かおかしいよなっておそらく思い出すんだと思うんですよね。でもいいプラスに働きますよね。おそらくなんかそんなに大体こう威張ってる人っていうのは自分に本当の自信がなくって、その自分が上だと周りに扱ってもらわないと、なんか存在感がないような気がして威張りたくなるんだろうと思うんですけども、でもそれがやっぱり、あ、そうかと、自分威張らなくったってちゃんと認めてくれてるよ、となれば、当然お父さんもそんな威張り散らすこともなくなるんじゃないかなと期待してます。じゃあ、まあ高崎さんは今基本的にはクローズというかオープン開催の、PX のファシリテーターとかは割と定期的に、行われているということなので、もしタイミングさえ合えばですね、高崎さんが
やってる、あの、ね、走ってたやってる PX で申し込みができたら最高だなと。BWF インターナショナルのサイトを見れば受けられる、ね、受けるんですね。はい、あの、それに近くなるはい、チラシ、こういうチラシ PDF で、うん、あの、そのサイトに上がってますので、うん、ダウンロードして印刷すればこれができるってことですね。そうですね、ダウンロードして、これも正式に印刷所で印刷してもらったやつですが、うん、こういう案内もあるし、もっと詳しい情報がサイトには載ってますので、そうですね、うん、それ見ていただいてぜひ、うん、それから、個人でね、そうやって受けるよっていうのも素晴らしいことだし、もしもよければこれ良さそうだから、そのうちの地域の学校にぜひ、うん、ね、入れてもらいたいなっていうことでしたら、はい、あの PTA とかね、うん、そういうので、あのお母さん方 の、はい、あのネットワーク、うん、学校単位でもね、あの、うん、入れてるの で、あのクラス単位とか部活単位でもやってるので、あのぜひ事務局に問い合わせ の、あのメールアドレスがあると思いますから、ぜひこれを機会にです、ね、検討していただければと思います。あの、うん、基本 PX2 は、学校法人向けには無償で展開しているの で、ね、あの無償で展開しているので、それはあのご相談ください。でオープン開催はやっぱりいろいろテキスト代とか会場代がかかるので、ちょっとだけお金がかかりますけど、あの BWF インターナショナルというこの組織自体が非営利活動されている組織なので、まあ、我々はあのファシリテーターでね、高崎さんがファシリテーターで行ったとしても報酬を受け取らないという、ね、完全にボランティアでやってる活動なので、そこはご理解いただいてですね、ぜひ条件が合えば参加していただければと思います。でより詳しい話は、ここで見ていただくのもそうですし、広島でワールドピースコーチング、はい、あの12月22日、パネルトークですね、あのまた事例は交えてお話できると思いますので、ぜひ申し込みをいただければと思います。あ、これ中身もちらっと触れられたらなと思いますので、うんうん、はい、ぜひそれではあの12月22日会場でお会いできたらと思います。はい、じゃあ高崎さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。